企業によってはそうやって女性の力を生かすことで結果的に経営にとってプラスっていう、今日お越しの皆様方はそういう意味でも経営戦略としても有効に生かしておられ、そしてそこで働く皆様方が納得感、達成感、それをお持ちになることによって全部のプラスの方向に進んでいくんじゃないかなと。